今シーズン昇格は難しくなりましたが、残留の希望はまだ残っています。しかしそのためには相当頑張らないといけません。レフリーはドブロスラフ・ドゥムラさんです。ここにいますイニエスタ。ネイマールがいます。うまく届きますか。ネイマールが絡んでいきます。イニエスタ、素晴らしいヘディング。試合時間は前半4分、早くも先制点です。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。マルセロ、ここにいるのはネイマール、ここにいますイニエスタ。ベン・アルファ、ボールは戻されます。アルバハイ、イニエスタ、あと PK、 PK です。蹴りました。冷静に決めましたね。PK から見事なゴールでしたね。プレッシャーがかかる場面だと思います。精神力が強いですね。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。アルバハリ、やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、ステファン・ヨベティッチ、ここを起点にできるか。ネイマールが絡んでいきます。アンドレス・イニエスタが奪いに行く。このボールは惜しかった。アンドレス・イニエスタ、フェルマーレン、ギブス、スティーブン・ジェラード、ジョンソン、ルーズボールになった。アロンソ、視野の広い選手です。たくさんのチャンスを作ってくれますよ。ヨベティッチ、クロス来た。踏ん張りどころでしたから、よく耐えましたよ。ジェラード、さあメッシュです。キーパーに戻します。ここにはイニエスタがいました。ミッドフィールドでボールを取りました。マルセロ、シュートに行けるか。素早く詰めたい。
ここをなんとか書き出した。ヘッドでパス。ソン。これはジェラード。ここを起点にできるか。マルセロ。ステファン・ヨベティッチ。またいいタックルです。相手チームが彼のエリアを崩すのは難しそうですね。踏ん張りどころでしたからよく耐えましたよ。ヨベティッチ、ボレーで決める。ここにいるのはネイマー。攻撃に移りたい。ライン際、シャビアロンソに非常に激しく寄せていきました。ボールはラインを割ってスローインに変わります。ここにいますイニエスタ。フィールドの中盤でボールを奪いました。ここにいるのはネイマール。ネイマールが絡んでいきます。ボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。ペペ、アロンソ止めました。アドバンテージは取りません。今のファールにカードが出されます。ソン、中を確認したい。ソン、中に人は、ここで安心してはいけないですよ。これは残念、ボールを手放してしまいました。ソン、カルバハル、ベンアルファです。前半が終了しました。スコアは2対0、2点のリードでハーフタイムを迎えます。前半終了のホイッスルが吹かれましたが、堀池さんいかがでしたか。ゴールは PK によるものでしたが、さあ後半キックオフです。つまらないミスでボールを失いました。マルセロ、抜群の存在感、ペペ、カルバハ、ボールを守るのはスティーブン・ジェラード。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。ソン、ボールと人がうまく連動しています。セルヒオラモス、セルヒオラモスが絡みます。抜群の存在感、ペペ、カルバハ、こぼれた。
セルヒオラモス。ここで網にかかる。カルバハル。ソン。セルヒオラモス。そのまま返します。合わせてくるか。ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きましたね。ちょっとザクがディフェンスしちゃいましたね。コーナーからのキックとなります。これはナイスセーブ。ロングシュートも見事でした。これはよく間に合いましたね。反応が素晴らしかったですよ。パンチングで止める。信号だ。彼がシュートを外すことはめったにありません。攻撃を組み立てられません。これはジェラード。ソン。アロンソ。が絡みます。抜群の存在感。ペペ。イニエスタ戻します。カブール。ボールが中盤でカットされました。ペペ。セルヒオラモスが絡みます。メッシに注目しましょう。オフサイドの判定です。出しどころが見当たらないようです。むしろタッチを割ってよかったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。ジェラードが攻守に効いています。攻撃に移りたい。リオネル・メッシ。やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。スティーブン・ジェラード、これはパスミス。あっとこぼれた。ステファン・ヨベティッチ。カルバハル。さあメッシです。ボールを失った。ジェラード。スティーブン・ジェラード、激しいプレッシャーをかける。流されます。クロスに行くか。ヨベティッチに向けてクロスを上げます。ここでシュート。このシュートは外れました。点差を縮めることはできませんでした。コーナーに向かいます。相手にボールを取られました。このコーナーは失敗です。ここにいます、イニエスタ。カルバハル。大
したことでしょう。リオネルメッシ、ボールはタッチラインを越えてしまいました。ヨベティッチ、クリアしました。すぐ立て直したい。現在3試合で勝ち点は9。素晴らしい成績です。試合終了のホイッスルが吹かれました。今日の試合の実況は私西岡と、解説は堀池拓実さんでお送りいたしました。ではごきげんよう。